はい、とりあえず下線部だけ読んで適当に書くっていう勉強を向こうの先生が違いますか、ね、池上明とかいるんじゃないですか、カーレンパックとか、パトリック・カーン先生の授業は何回か取った。あ、そうなんですね。はい、10人くらい全体で、はい、そして2人です。Hello there! 始まりました、モリテスチャンネルです。今回はですね、キャスタイス TV の小場翔さんと、そして、栗崎です。インターンのですね、はい、クリポン。クリポンです。はい、お越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、もういきなりここに入れられて、もうどうしていいかわからない状態ですね。じゃあ、ちょっと自己紹介してもらっていいですか。はい。東京工業大学理学部に所属してます。今大学4年の栗崎です。大学では主に惑星の形成論とかやっていて、まあ、英語はねあまりにも5年くらい触れてないんですけど、まあ、今度はトイックあるので頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。トイックとか言っちゃダメだよ。ガチになっちゃう。確かにガチでも上げないと、はい。でも絶対もう森田先生にはもう言えないひどい英語の勉強を彼はしてます。何点なんですか？トイックのことはいいんですか？どっちでもいい。トイックは現在もう4年くらい前ですから、ね、受けて700点くらい。そうじゃ勉強して十分ですよ。いや美女君に比べれば。ちょっとそれは心高いです。いやでも彼は大学受験時代、まあ、浪人してたんですけど、ね、はいはい、数学はめちゃくちゃできるんですよ、はいはい、自分で自分のチャンネルのことでおかしいんですけど、はいはい、ほんとできるんですよ。ただ英語がいい加減すぎて、その東工大の英語の勉強を普段からどうやってたかっていうと、長文があって下線部があるじゃないですか、はいはい、とりあえず下線部だけ読んで適当に書くっていう勉強を毎日繰り返してたんです。そう、しかも1日何時間ぐらい。1日に1時間そうですほとんど数学しかやってないんで、だから森田先生とかにはって言えないような。すごいですね。東工大の英語とかやっぱご存知ですか？いや、もうだって、いや、ってことは4、5年前に受けたってことですね。そうですね。ってことはもう難しくなってるじゃないですか。そう、もうなんか2000個くらいで長くなってる。長くなった頃に、下線部だけ読んで、謎のことを書いて丸付けをするって謎の勉強。いやだってむずくなってるこれじゃないですか。そうですね、難しくなってたんですけど、自分はやっぱこう2000個やっぱ読むだけの体力がなくて、どうやったらうまく点取れるかなと思った時に、なんか問題を解いてて、でもこれなんか日本語訳と和訳しかなかったんですよ、問題のメインが。6個くらい台本があったと思うんですけど、4個くらいそれで、これならもうここだけ読めばできるんじゃないかと思って、ひたすらその訓練だけしてました。でもおかしいんですよ、彼普段数学は例えば分かるまで答えるとか、その思考力をきちんとつけましょうみたいなことを自分でもやってるし動画でもやってるのに、英語に関してはなんか急にアホみたいな感じがしてるんですよ。すごいですね。それでいけたぐらいのやっぱり数学力。センターはどうですか？センター、いやでもセンター結構できて、はいはい、頭なんですけど192点取れたんです。めっちゃ取れてるじゃん。それはすごいね。奇跡的に。昔の投稿でだったら満点取れるレベルだ、英語全然。そうですね、うん、懐かしいです、ね。まあ、英語そこ力入れ出しましたからね。急に力入れて投稿台はね、はい、だからなんですか、回答制作とかやってたんで、作成、予備校の投稿台の作成してたんで、はいはい、僕ですね。だからあれだと予備校の先生たちも間違えますからね、あれね。結構回答も難しいですからね。なんでやっぱり、ああ難しくなってんだなと思いましたね。本当に間違えんだなと思って、こうなんで言っていいのかな、わかんないですけど、そうだったね。東工大ライフ楽しいですか？結構楽しいですね。何が合コンですか？いや、合コンは自分行ったことないんですよ。そういうのあるんですけど。いやなんで慶応の人が東工大いじめて煽ってるんですか？モテない大学一覧。モテない大学上位の東工大を。確かに。あれ、そうでしたっけ？そうです。池上彰とかいるんじゃないですか？そうですね、池上彰。パトリック・ハーレン。パックもいて、ね。パトリック・ハーレン先生の授業は何回か取ったか。あ、そうなんですね。はい、2、3回。はい、パックね。結構議論が多くて、あ、そうなんですね。東工大らしからぬ授業ってことであまり人気がない。そうなんだ。めっちゃ使おう。くん、そうなんですね。はい。わあ、意外。なんかもうすごい人が来るの、人がもうぎゅうぎゅうになっちゃうんじゃないかなと思ったんですね。1年生なんかはやっぱり池上彰先生の授業も、はい、あと
パトリック・バックマン先生の授業もやっぱ著名人の方ですから、はいはいはい、最初、まあ、物珍しさとか、はいはいはい、ぜひ一度お会いしたいということで行くんですけど、はいはい、やっぱ先生方もそういうの分かってるんで、はいはい、授業が厳しいんですよ、ね、なるほど、そういう人を、はい、必修単位ではないので、はいはいはい、教養科目という単位なので、まあ、他にも授業があるので結構1回目で、まあ、チキってしまったというか、はい、怖みたいな感じになってしまって、はい、違う授業に流れることが多いですね。東工大で辛かったことなんですか？東工で辛かったことですか、はい、2つありまして、はい、1つは、はい、あのやっぱ女性がいないことです。ああなるほど、これは辛いですね。辛いというかどうなんですか、逆に稀にいるじゃないですか。僕も教えてた生徒って東工大と理科大しか受けないって女の子がいたんですよ、はい、であのもうそういった大学にいるこってこんなのガッチガチのオタクが大好きっていう女の子だったんですけどもうそれにしか目がないって、ね、あ、はい、いう人がいたんですけど、はい、やっぱまだ少ないですか？いや少ないです。僕の学科は60人くらい全体でいるんですけど、はいはい、女性2人です。とりあえず取り合いにはなんないですけど特にね彼は物理なんで、あ、そうですね、はい、特に女性が少ないところの中でも少ない、ね、かなり少ないです。悲しい、悲しいというかやっぱあのね、理想とするキャンパスライフとは全然違ったなと思いましたね。だったらね、先生みたいに慶応そう英語とか行けば2年生の必修英語は男3人でしたね。そうなんですか、羨ましい。そうです、20何人女性で男3人、結構気まずくないですか？気まずいです。この3人がしかも誰も仲良くないっていうねめちゃくちゃ気まずくて誰とも喋らない、まあ、同じその後ゼミに同じ入ってその後初めて喋るんですけど、いや3人って3人とも喋らないっていうね本当に。で2つ目は、2つ目は自分は結構こうミーハーなので、はいはいはい、大学入ったらやっぱり遊ぼうとか、はい、もう授業は欠席して飲み会とか思ってたんですけど、はいはい、こう思いのかこうそういう学校じゃなくて、はいはい、もうその飲み会行こうって言ってもあんまり乗り気じゃない生徒の友達とかも多くて、はいはい、結構、ね、こう授業もテスト一発なんですけど授業に出てないと分かんないから、こう授業を勝つに切れないみたいなのがあって、あれこれなんかネットで見た大学生活と違うなネットで見たってネットで大学生活そうですね。良かったことありますか？あ、良かったことありますね。良かったことは結構代表的なことで言えばやっぱり自分が好きだった数学で、やっぱ自分よりもすごい人たちが、まあ、自分はすごくないんですけど自分よりもすごい人たちとか、あとこのトップレベルとのこう橋渡しができるというか、トップレベルの研究も触れられるっていうのは東工大して良かったなと思います。なるほど、はい、じゃあキャスタイス TV のインターンしてよかったことなんですか？はい、キャスタイス TV のインターンでよかったことはこれも2つあります。お、就職活動の面ですごいよかったなと思うことが、はいはいはい、こう小林さんがコンサルタント、あ、コンサルティングファーム出身であって、自分もコンサルティングファームを目指していたので、こう周りにいなかったんですね、コンサルティングファームを目指してるとか、なのでこう確かにそうですこうなんかこうマニアックな情報というか、結構専攻に関わらずその業界、コンサルティングファームって結構ネットで情報が出回ってないので、なかなか分かんないことが多いんですけど、小林さんにいろいろその業界得意のこととか聞けたのは良かったのかなと思いますね。で、2つ目としましては、やっぱ話すスキルが上達したのが、自分の中では良かったかなと思いますね。今まさに出してるところですね。もうハードル上げちゃいましたけど。いやいや、そうですね、小林さんと最初に会った時は、もう全然緊張して話せなかったんですけど、今こうして、そうですね、急にいきなり連れてこられて、いきなりここに座らされても話せるようになった、ね、そう、話せるようになったこの、なんていうんですかね、柔軟性というか、はいはいはい、こういうなんか、この話すトーク力っていうのは、やっぱやってて、本当に良かったなと、自分は思いますね。ありがとうございます、小林さん。こんなところで、こんなところでいきなりなんか、ありがとう、小林さんみたいな、そうですね。さすが、やっぱ大人気チャンネルは。いやいやいや、違いますね。いやいや、そんなこと全然ないです。出演者で、あの、登録者数割ったら底辺なんで、はい、割り算割り算したっていうか、割り、いやもういついつ先生に抜かれるか、もういやいやいや絶対ない、毎日朝起きたらチェックしないといけない絶対ないですから、まだ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 ないですから、はい、またちょっとちょこちょこコラボとかもしましょう。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。今回本日はですね、キャスタイス TV の、小橋さんとクリポンさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.